それではここからはですね、エレオノーラ先生に皆さんへのアドバイス、特に気をつけなければいけないこと、これはこういうふうにした方がいいっていうことを黒板を使って説明していただきたいと思います。じゃあ先生どうぞお願いします。まずこの R の発音ですね、ちょっと L と違いますので気をつけてください。では、これはラです。そうですね。やはりこれは混ざってる人が多いというかですね。はい、そうです。あと日本も場所によって、どこ出身かとかによって、L と R 混ざったような人とか、はい、あと少し元気がいい人は R で、こらとか言っちゃう人もいるし、人によりますね。はい、で、次はこの、クルデルの、くる、くる、ここ気をつけてくださいね。う、入らないからね。これは、くる、くるです。で、これも、くれ、くれです。くれ、くるじゃなくて、くる、くれです。ということです。歌を歌うときには、母音が、原則白の頭に合わなければいけませんので、その前にこれ上手に処理しないといけないということです。はい、次はこのシェシェです、うんうん、指ペシェペシェ、シェ、ね、お魚とかね、そういう単語ですけれども、これも S が弱かったりとかいろんな人いますけど気をつけてください。で、次はおにょるのにょ、にょ、ね、これは難しいですね。はい、まあ、皆さん多分にょっきご存知でしょうか、うん、ね、そのにょっきのにょです、ね、はい、で、次はこれもありますよね、うん、これ難しいですね、うん、これはちょっとこれと違いますので、はい、ね、これはリリ、普通のリリリリですね。ここはちょっと G がありますので、その G の発音入ってます。じゃあリリ、このよく説明するときに、はい、口甲蓋って言って、この天井の部分の暗甲蓋って言いますけど、その歯のすぐ裏だったり口甲蓋のあたりにベロをこうやってくっつけるような感じ、リリってね、ただの普通のリではないということですね。はい、そうです、注意が必要です。で、最後ですけど、このチェ、うん、チェとケ、うんうんうん、ちょっと違います、はい、うん、これも多分カタカナの問題かもしれないんですけど、カカ、ね、これはね、まあケ呼んでしまう人が結構、うん、これ K ね、これ逆にこっちもチェってね、うん、それそうですね、問題スパニョーラ多分ローマ字、ローマ字、うん、たぶ、例えばチーバ、チーバ、ローマ字で書くときにこれですね、はい、そうなんです、そうですね、で、これはやっぱりチーバと、はい、私ももうチーバと読みますけど、読みますけどね、ついついね、イタリアのこれを、はい、そのリッキーバ、そうですね、まあ、日本語を、知らないイタリア人はこれを見たら、まあ、キバ、キバと読みますけど、うん、だから、うん、気をつけてください。これはチェ、これはケです。この H、アンカが入るので、ね、有名なのはこの、すみません、ここ入っちゃってきた、ね、やっぱりこれですね、ね、これはスパゲッティです。ね、スパゲッティっていうものですね。これ G、アッカ、A。まあ、これと、ね、これも J。この場合はアッカ、H 入ってるからゲと呼びます。はい、チーと G。この C、G は H が入ると急にこうカキクケコとガギクケコになる感じのイメージで覚えると、
初心者には分かりやすいかもしれないですね。はい、はい、そうですね。これは一番、はい、うん、気になる発音だと思います。はい、ありがとうございます。受験生の皆さん、どうぞたくさん良い勉強をしてください。皆さん、speriamo di vedervi presto per l'Università di Musica di Toho。ここ東方音楽大学で皆さんとお会いできる日を楽しみにしております。アプレスト。